ご視聴ありがとうございます。チャンネルのボフィモガラの小原です。今回ですね、このダイソーで売ってるダイヤモンドヤスリ3本っていうのを、まあ、3本パックですよね。3本セットっていうか3本セットですよね。3本セットで売ってるこれがですね、私買ったものとしては、なかなか良かったんで、紹介させていただきます。金属ヤスリって持ってなかったんですよ。でですね、何に使ったかっていうと、まず最初これですね、アルコールストーブ、アルコールストーブ、これも取りてー、アルストーブとか言いますよね。アルコールストーブを、缶を切ってですね、作った時に、あとか、あと切った後が危ないんで、これをかけたと、これかけたと、ここのところとかわかるかなと、かけないと、でこれ取りますね。うわー、よくわかる映像。この中のところも切った後、危ないんで、これでこのダイヤモンドヤスリ3本ってやつで、うまい具合にこうやると、あ、できるもんだなって思いましたね。まあペーパーでもやれないことはないかもしれないんですけれども、紙ペーパーでも、これのがやっぱ確かですよね。金属ヤスリをかけるっていう方のが。それとですね、これです、最近買ったやつなんですけども、あれやな、これ自由運転のこのところがですね、さすがにノーブランド品だけあって、これ引っかかりが結構あったんですよ。それでこの金属ヤスリで、これうまい具合にかけたと。それで結構滑らかになりました。危なくない程度にはなりましたね。あんまりやるとこの出っ張ってるところだけじゃなくて、この下の方のこのボディの方まで、なんか傷が、金属ヤスリにかかっちゃって傷がすぐいっちゃうんで、あんまりしつこくはやらなかったんですけど、まあ、こういうことにも使えると。それとですね、ブレーキレバー、このレバーは大丈夫だったんですけど、今ついてるブレーキレバーが対向ブレーキのワイヤーを、対向っていうのがあるんですけど、対向コイントをしてかけるんですけど、ここのところにですね、まあ、これで言えば、例えばここのところが狭かったんで入んなかったんですよ、ブレーキワイヤーが。それでドライバーでこのこじ開けて、で、こじ開けたからっていうことでもなくて、ここのところやっぱ加工が良くなかったんで、それでこの、ダイヤモンドヤスリ3本で、ところを鳴らしたと。鳴らして、まあ、ここのところが鋭角になってたりすると、またブレーキワイヤーを入れた時に、切れるとか傷がついたりして、そこから切れる可能性も出てくるんで、かけて、金属ヤスリをかけて鳴らしておいて、そこの部分が危なくないように、鋭利な感じになってないようにして、滑らかにして、ワイヤーを通す。また、ワイヤー外すときも、それで大結構傷がつかなくなったんじゃないかなと思います。そういうふうに使いました。でですね、そういうふうに使えるものですから、このダイヤモンドヤスリ3本っていうのが、私としては、このダイソーでこうかっこいい、こういう、工具なんかも売ってるんですけど、便利工具っていうか、こういうのも売ってるんですけど、明らかに便利だなとか、このかっこいいなっていうのが売ってるんですけど、まあ普通にですね、このダイヤモンドヤスリ3本は、買ってよかった、持っててよかった、今も愛用してると、なくなったら大変ということで、またこれ買ってきたんですけど、そういうふうです。これいいよってことで、今回そういう動画を作らさせていただきました。最近ですね、ちょっと見当たらなくなってて、どこにしまったんだろうなと思って、これまた買ってきたんですけど、そういうことだったんかーい。買ってきたってこともあるんですけど、まあ本当これなくなると自分としては困るなということで、持っててよかったんで、皆様にもおすすめしたいなということで、ダイソーのダイヤモンドヤスリ3本、私みたいにですね、中華系のこのノーブランドの品買ってきて、ちょっと加工がおかしい、仕上げがおかしいとかいうものを買ったりですね、あと工作したりとか、あと自転車いじったりする人には、これ100円なんで、税込み110円ですか。なんで、持ってるといいよって、いいんじゃない、おすすめしたい、推しっていうことで、紹介させていただきました。今回の動画以上です。今回の動画、ちょっとでもいいなって思っていただけましたら、俺もちょっとダイソーを見に行って、お金に余裕があったら買うよとか思っていただけた方は、高評価ボタンをクリック、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画、この動画でお会いいたしましょう。楽しいノブビュー、チャンネルのノブフミオハラの小原でした。そうね、チャンネルのノブフミオハラの小原でした。バイバイ。いいよこれ。いいよ。よしと。Thank you.